時は進む。されども戦いの連鎖は終わることなく、なおも熾烈極まる忍界で、二つの影が道を歩む。果たして彼らが目にするもの、そして導き出される新たな道とは。辞書、総決の章。この世界は終わらせる。火の国は木の葉隠れの里。そこに里の長さ火影になることを夢見る少年渦巻ナルトの姿があった。かつて里を襲った美獣キュービの妖子をその身に宿すも、己に備わる強き意志を持って成長の道をした走る。しかし忍界は混迷を迎えていた。暁を名乗る組織が九尾を含む九体の美獣を回収せんがため、忍界に対し宣戦を布告。大戦の炎が放たれた。ひとたび放たれし炎はとどまることなく燃え盛る。されど渦巻ナルトはただまっすぐ、新しき絆とともに先だけを見据え叫びたける。叫びは広がり、まるで呼応するようにあまたの仲間たちは大地を蹴った。ナルト、戦い続ける彼がために、この世界にもはや意味はない。ここで外道魔像だと、まさか休め始めるつもりか。ここからは狂乱の時間だ。天地避ける方向は終わりを告げる合法となりて、忍界をかけた戦いはまさに最終局面を迎えんとしていた。ここより極限を超えた死闘が始まる。世界にはもはや希望も未来も名のある英雄もいらないのだよ。現実は終わり、あるのはただ無限に続くたった一つの終わりなき夢。俺には父ちゃんがいた、母ちゃんがいた、エロ仙人がいた。ガキは英雄に憧れるもんだ。だから俺は迷わねえで突っ走れる。俺はどの先代も超える火影になる。それが俺の夢だ、バカ野郎。真っ平ごめんなんだよ。やはり強いな。か
カシ、どうする？ずっと引っかかっていることがある。引っかかっていたぞ。まだ家庭の位置は危ないが、やつの俺のカムイは同じものだ。何だと？もしかしたら通り、二つが同じ術なら、それを作り出すのも同じだとすれば、術で生じる時空間も同じということだ。それを利用すれば、もし俺の考えが正しければな、やつの正しい。お前が今何を考えているのかは、そんな。まだまだ、このまま一気に畳みかけてやる。行くぜ。よし、カムイもらったってばよ。なんだ、影分身か。うわ、限界のようだな、カカシ。まだだ、美獣の間。少し遅い。無駄なことを。バカな。もう逃げらんねえぞ。そうか、さっきの影分身は俺の攻撃じゃなく、奴のカムイで消したのか。カカシめ、俺との空間がつながっていることに気づいて。てめえは誰だ！？お前は。予感はしていた。だが信じたくはなかった。俺の予想は外れていてほしかった。なぜならお前はあの時英雄になったはずだろう。時は第三次忍海大戦。老若男女構わず、忍びと呼ばれる者たちが戦場へと駆けてゆく時代。傷つけ、傷つき、奪い、奪われ、どこまでも続く炎のごとき憎しみの連鎖。その中に巣立ち間もない三人の若者たちがいた。彼らもまた戦火をめぐり命を懸ける忍びであった。だからなんで簡単に遅刻するんだ。忍びの掟にもあるでしょ、時間は厳守すべしって。だいたい一人前の忍びなら決まりやルールをちゃんと守るのが当たり前でしょうよ。決まりだルールだ、お前はそればっかりだな。少しは慈悲の心ってもんがないのかよ。ルールや掟を破るやつは忍者としてクズ呼ばわりされる。それくらいお前も知ってんでしょ。まあ、二人ともやめなよ。同じチームなんだからさ。リンは甘いんだよ、オビトに。今日は俺にとっても大切な日なんだからさ。そうだよね。あ、なんだっけ。じゃ、その話をしながら目的地に進もうか。
そんなわけで今日からカカシは俺と同じ常任に就任したんだよね。そこで任務は効率を考えて俺とカカシ班で分かれてやることにするから。何せ木の葉も今や未曾有の戦力不足だからね。っていうかオビト、この前ちゃんと話したでしょ、カカシにプレゼントあげようって。とっくに私は医療パックをあげたし、先生だって。うん、この特注クナイをあげたよ。俺とお揃いのものだけど。それでオビトは？悪い、忘れてた。まあお前のプレゼントなんて期待してなかったけど、どうせろくなもんじゃないし、役に立たないもんもらっても荷物になる。ああもう喧嘩しない。さて今回の任務について説明をするよ。まず土の国が草隠れの里を侵略侵攻してきてることは知ってるね。はい、かなりの進撃速度で火の国への到達も時間の問題だって。だから迅速に彼らの動きを止める必要がある。そこで今回の任務は彼らの懐に潜入し、物資補給に使われているカンナビ橋という橋を破壊すること。敵の支援機能を分断するってことですね。先生は？俺は前線で直接敵を叩く、君たちの陽動にもなるからね。とりあえず今日はカカシが隊長ね。国境までは一緒に同行するけど、そこから分かれてミッションスタートだよ。はい。気づかれたか、大した奴らだ。気をつけなね、みんな。敵は20はいる。おそらく影分身の術だけどね。俺が突っ込みます、援護してください。焦っちゃダメだカカシ、やっぱり君がバックアップしなさい。先生、あなたが言ったんです。今日は俺が隊長だと。チームは隊長命令に従うのがルールでしょ先生。俺たちはカカシのフォローだよ。はい。よし、一体一体確実に倒せばいい。ただそれだけだ。戦争中とはいえガキ相手ってのは気が引けるがな、せめて苦しまずに倒してやるぜ。Yeah!
忍びを舐めぬな。誰でも食らえ。ほんと数だけは多いね。カカシが疲れてきているが無理もない。この数を相手にしているのだから。チェア、うまいよ。援軍はないみたいだね。カカシの疲労も大きい。ひとまずここから交代して陣を取ろう。大丈夫です。何が大丈夫だ。お前が勝手に先生の言ってることも聞かず無茶するからだろ。臆病風に吹かれて何の役にも立たなかったお前なんかに言われたくないんだよ。別にそんなんじゃねえよ。今回はあれだ、ちょっと腹が痛かっただけだ。次はちゃんとやってやる。口を開けば言い訳ばかりだね、お前は。いい加減にしなさい、二人とも。君たちはこれから一丸となって任務を完遂しなくてはならない。でも今の君たちはバラバラのまま。カカシ、確かにルールや掟は大切だが、それだけが全てじゃないよ。教えたろ、状況に応じて臨機応変に対処しなきゃならない時もある。オビト、君は忍びとしての覚悟ができていない。心が弱いままだ。だから敵を前に恐怖心が先行してしまう。俺は君たちを信頼している。君たちだけで任務を成功させることができると。けど君たちが互いに協力できずチームとして機能しなければ任務は失敗する。別れる前に言っておくよ、忍びにとって何より大切なのはチームワークだよ。いいね。胸中は渦巻いていた。正しきは何なのか、まだはっきりとは見えず、それでも出口の見えぬ戦乱を前へ前へ、少年たちは懸命に走っていた。